こんばんは。クロスダイバーシティのクロストークの、ゲストは、今日は株式会社キビテクの、林真理香さんがおいでいただきました。といっても、今日は3人ともオンラインで別々のところからの配信になっています。で、簡単にクロスダイバーシティは何かっていうところに触れると、我々テクノロジー、研究者、エンジニア、起業家みたいなメンバーでやってるんですけども、そういった人たちの、技術を使って、世の中のマイノリティであったりとか、ダイバーシティ・インクルージョンという言葉に代表されるような方々のためのテクノロジーの社会実装、研究から社会実装までを行っていこうという、国プロから始まったプロジェクトで、これを実際に広げていくにあたって、こういうオンラインイベントを通じて社会の人々と触れ合うというか、対話ができるような場所として、こういったイベントを企画していこうということになりまして、このクロストークが今回はこの遠藤健と、あと菅原祐介さんの二人のターンになってまして、今日は僕のですね、誰か女性でこういうテーマで話せる人がいないかみたいな話をしたときに、林真理香さんがたまたま僕はクラブハウスでよく見る人なので、ちょっと声掛けさせていただいて、今日は来ていただけることになりました。こんばんは。こんばんは。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕なんで林真理香さん知ってるのかってちょっと思い出せなかったんですけども、ボストンのヒュー・ロビンとのワークショップで来られてたっていうのは合ってますか？そうですね。で、多分一回しか会ったことない。一回、一回なんですけど、二回かもしれないですね。ボストン2回訪問したような気がしますね、はい、でも。そうですよね。はい。僕が博士課程の時に MIT に学生でいたんですけれども、そこでロボットの若手研究者の集まりみたいなのがヒューロビントというコミュニティで、で、その人たちと一緒にワークショップみたいなことをやりましょうということで MIT でやった時に林真理香さんがそこに来られてたっていうので、僕は多分知り合ったんじゃないかという記憶でいます。はい、なるほど。何年前でしょう、はい、十数年前だと思いますか。はい。十数年前だと思いますね。はい。なので、今日はですね、その後、僕、JSK の学生だった林真理香さんしか、多分あまり知らなかったので、今回も調べてきましたし、まずはじめに、その林真理香さんの活動内容というか、はい、どんなことされてるかっていう簡単に紹介いただけたらなと思います。お願いします。はい。ありがとうございます。じゃあ、自分の自己紹介と、あと今、キビテクという会社を経営している立場なので、キビテク社もご紹介したいと思います。じゃあ、ちょっと画面共有させていただこうと思います。ちょっとマウスが、よいしょ。で、よいしょ。で、プレゼンテーションモード。まあは、画面共有は映ってますかね。はい。はい。ご紹介。はい、いきます。で、まあ、そうですね。東京大学の、人型ロボットの研究室の JSK というところの出身になりまして、博士課程まで行って、で、その後、メーカーの研究所に3年間勤めて、で、その後、独立して、株式会社キビテクという会社を創業したという人間です。バックグラウンドは、ロボットの技術で、で、まあ、CEO の仕事を、もう今10期目なんで、まあ、9年ちょいしてきてる感じになります。で、ロボットの開発いろいろ手掛けてきてまして、会社としては。で、あとは、まあ、最近はロボットとか AI の遠隔補完サービス事業、まあ、HATS という名前をつけてるんですけど、まあ、それの立ち上げに取り組んでいます。10年ほど前に、情報処理推進機構 IPA の、未踏事業に申し込みまして、で、まあ、そちら、採択されて、阪大の石黒博先生に、メンターしていただいて、
まあ、水戸をやってた時期があります。で、まあ、そっちの方で、一応、水戸をスーパークリエイターいただいたと。もう、社会が苦手って最後書いてあるんですけど、本当、もう、中学とか、もう、すごい学生の方がずっと、ごく最近まで社会がめちゃくちゃ苦手でした。はい。で、なんかちょっと自己紹介、はい、属性で並べてみようかなと、あと時間で、10代、なんかちょっと発達が遅いかもなと思ったりとかしてるんですが、ちょっとこのあたりもちょっと後ほど紹介したいなと思います。20代以降、属性、大学ロボコンやってました。あと電子工作すごいやってました。人型ロボットとデザイン勉強しました。で、あとは水戸をやらせていただいてました。割と最近も、もう一度、水戸の事業で、支援いただいてたので、水戸には、2回お世話になっています。で、30代以降、まあ、経営の立場の仕事をしていて、ちょっと、エクストリームワーケーションって書いてあるんですけど、ちょっとそれも、ちょっとこの後写真が出てくるので、感じで、ちょっと、子供時代の写真、ちょっと掘り起こしてみたいですけど、まあ、KY かつ過疎のため、一人遊びの多い方もいたいってことで。何やってるんでしょうね。雪でなんか作ってるんだと思います。自由の女神ですか。これ、ああ、よくわかります。はい、そんなことをやってたな、ということで。あとは、まあ、電子工作やってた時期は、なんか、風呂なし、お湯なし、工場物件に住んで、自宅がなんかこんな感じで、なんか、こう、なんていうんですかね、手前の中、こう、銀色の何かが敷いてあるんですけど、まあ、なんだろう、日中はそういうのが敷いてあって、で、夜になると、布団が敷いてあって寝るみたいな感じで、こう、めちゃめちゃ楽しんでました。なんだろう、DIY もやってたんで、全部自分でリノリウムとか敷いて、なんか、秋葉原の方から中古で、なんか、オシロスコープ買ってきてとか、いうので、ここに置いてあるやつ、全部ほとんど自分で買ってきたとか拾ってきたみたいな感じのやつでやってて、っていうのが、まあ、だいたい、2008年、9年あたりかなと。で、今ちょっと動画が映ってるかなと思うんですけれども、で、まあ、水戸事業に申し込みまして、で、その時は人同士の触れ合いをセンシングするセンシング方式と、あと、それの応用形態としての、まあ、ゲーム機のプロトタイプを作りました。で、まあ、人同士の触れ合いの、すごい、こう、なんていうんですかね、繊細な触れ合いのセンシングをするっていうところが、特徴で、なんだろうな、ちょっと、まあ、近づいたりとか、あとは、まあ、触ったり、触って押し込んだりとかするっていうところを、まあ、ある程度、まあまあ、簡単に言うと、まあ、独立に取れて、で、まあ、それ使って、ちょっと今、ちょっとゲームみたいな画面が映ってると思うんですけど、まあ、こんなゲームみたいなものが作れますというところまで持ってってたというのがありますね。うん。ということをやっていました。うん。で、まあ、その後、独立して、まあ、会社の経営の立場になって、で、まあ、ロボットの開発を、いろいろ受け負わせていただいてたりとかしてるんですけど、まあ、コロナをきっかけに、まあ、もう、フルリモートになりまして、ということで、普段のワークスタイルこんな感じということで、エクストリームワーケーションという言葉を先日クラブハウスで拝見してまして、自分もそれに該当するかなと、ちょっと思ってまして、まあ、運動不足解消のために、ちょっとやってるっていう感じなんですけど、はい、こんな感じでやってます。はい。ウォーケーションだと。ウォーケーションという言葉も。動いてるときに、はい、電源と Wi-Fi って心配にならないですか？はい。電源はですね、でもなんか徐々に改善してきていて、最初の頃は電源コードを引っ張ってたんですけど、最近は、でかいモバイルバッテリーを背負うというスタイルになりまして、Wi-Fi はモバイルルーターでやったりとか。はいはい。はい。そうですね。でも歩きながら仕事するのって確かに良さそうな気しますよね、はい、なんか。うん。私的にはおすすめです。何万歩歩いてるんだろうよくわからないですが。はい。
という感じで、まあ、あんまりやりすぎてちょっと不審ですという言われたことがありますが、冬になるとちょっと防寒しているので、マスクとかしているとかなり不審という、まあまあ確かに不審、不審かなという感じなんですが、歩きながらだと先日まあ、桜の時期なんかね、桜を見ながらということで、はい。あれ、これって今も同じようなセットアップで歩いてるっていうことですか？そういうことではなく。あ、今も同じセットアップ。なるほど。はい。っていう感じで、この、なんだろう、このギアっていうんですかね、こういう、なんか、こういうツールも、ちょっと徐々に改善してきたりとかしてきてますね。はい。何の紹介だという話があるんですけど、で、まあ、そうですね、まあ、経営の方の話にどんどんちょっと移っていこうかなと思うんですけど、まあ、今新しいその事業を立ち上げようと考えてるんですけども、まあ、その事業構想をするに至ったこうきっかけが、まあ、自分としてはまあ出産育児というところがありまして、それまでやっぱまあ、もともとそのバックグラウンドエンジニアリングっていうところもあったんで、まあ、自分の好奇心とかそういったところが強かったんですけど、まあ、子供ができて社会に目を向けることが増えまして、でこう何て言うんですか、世界をもう全然見たことがない真っさらな自分の息子から見て世界がどう見えるんだろうみたいな視点が増えたりとか、そういったことに思いを馳せる時間が増えて、で直接のきっかけなんですけど、なんかまあ、自分の息子にこう離乳食あげてた時に、もう好き嫌いで離乳食やっぱバンバン捨ててしまうんですけど、でもなんかそれをやりながらこう同時にこうニュースとか聞いてたら、まあ、やっぱり寒さとか飢えとかで亡くなられる子供さんたちとかもいるというようなニュースとかが耳に入って、まあ、それがすごく物理的に響きまして、で、まあ、そこに対してこう自分だからこそできることをやろうと、まあ、思うに至ったというところがあって、で、まあ、そこからちょっとどういったことが自分の立場でできるのかっていうのを考えて、事業構想していったというところがあります。で、まあ、ちょっとここからちょっと、もうちょっと自分、今度は会社の方のご紹介させていただきたいなと思うんですけども、ですね。ちょっと画面共有。で、画面は映ってますかね。はい、映ってます。はい、ありがとうございます。で、あ、そうですね。で、まあ、ちょっと会社の方のご紹介もしたいなと思います。で、まあ、100件超の、知能ロボット開発を、まあ、やってきてますということで、まあ、私 CEO の立場ですけれども、まあ、CTO、の立場の人とか、あと CSO の立場の人とかもいるようなメンバーで、まあ、パートタイム業務委託含め、まあ、30名弱ぐらいの、まあ、チームになっています。で、まあ、知能ロボットの開発受託とロボット等の製造販売というところをやってきていたんですけども、もう2年半ぐらい前からですかね、新しいサービスの、まあ、立ち上げに取り組んでまして、で、まあ、それがロボットとか AI の遠隔補完サービスっていうもので、HATS という名前で呼んでおります。開発の受託の方のご紹介、じゃあちょっとスキップしていって、よいしょ。で、その新しい事業の方なんですけども、まあ、今まで、まあ、いろんな開発のお手伝いをさせていただいてきていて、で、まあ、感じたことがありまして、で、まあ、それは、まあ、ロボットの、まあ、ソリューションをこう、まあ、成り立たせるためには、結構、臨機応変な状況判断というところを、まあ、実装していくっていうことが、まあ、最後らへんに、まあ、必要になってくるんですけれども、まあ、そこがすごく、開発としては重たくて、で、難易度も高くて、まあ、そこが、すごくネックになることが多いということでして、で、まあ、ちょっと臨機応変な、こう、判断が必要な、シーンの例が、ちょっと、こう、イラストで今、3つ書いてありますけれども、まあ、例えば移動ロボットなんかがあったときに、まあ、
経路上に何か一時的な障害物が出てきましたというときに、まあ、じゃあ通路が狭くなって、まあ、それまでのやり方だと、まあ、どうやって進んでいったらいいかわからない、経路が見出せないということで、まあ、滞留してしまうとか、まあ、そんなことが、まあ、起きるんですけど、まあ、そんな時にもしこのロボットが人間だったとしたら、まあ、いろんなこう対処法を考えつくなというふうに考えました。で、例えばなんですけど、まあ、ちょっと安全確認取った上で周りの人にも声かけて、で、まあ、まあ、多少こうね、かするかもしれないけれども、まあ、それでも前に進んだ方がいいやというふうに判断したりとか、あとは、まあ、脇に人がいるんだから、まあ、人に声かけて、よかしてもらったらいいじゃないかとか、まあ、いろいろ対処法を考えつくと思うんですけども、まあ、そういったような、その臨機応変な状況判断と、まあ、あと対処を打つというところが、まあ、そこが、全自動のシステムを組もうと思ったときに、難しいところで、で、まあ、そこら辺のネックをこう、まあ、解消するというようなサービスがあるといいんじゃないかなというふうに、考えました。ということで、まあ、まあ、それ、まあ、本当に、割合としては、まあ、少ないんだけれども、そこはゼロにできないというところが問題だというふうに考えまして、まあ、それで実現できるようなシステムということで、で、まあ、人間が、まあ、離れたところとか、まあ、まあ、同じ現場でもいいんですけども、まあ、介入して、で、効率的に保管してあげるということができるような、まあ、サービスを、まあ、提供しようというふうに今考えています。で、まあ、それの開発に今取り組んでいるところになっています。まあ、要点を、まあ、うまくシステムの側で抽出してきて、で、一人のオペレーターの人が、まあ、多数台のロボットとか AI とかを、まあ、保管できるようにする。まあ、そこら辺の、効率の高い、まあ、システム構成してあげるというところを、まあ、注力しているところになっています。ということで、まあ、まあ、開発してきているんで、まあ、デモンストレーションとかも、ちょっと、まあ、ある程度できてきているんですけども、まあ、例えば、倉庫の中でのピッキング業務を行う移動ロボットなんかについて、まあ、ちょっと一時的な障害物がちょっと出てきてしまって、で、まあ、ちょっと滞留してしまいましたというような時に、まあ、オペレーターの方にアラートが飛んで、オペレーターはこんな感じの画面見て、で、オペレーターの画面で、この場合は、まあ、今回のケースだと、まあ、当たり判定をちょっと、まあ、調整するというような処理を行って、で、復旧させてあげるというようなものになってます。で、まあ、その当たり判定みたいな、ちょっと抽象度が高いようなレイヤーに加入するというような形を取ることで、まあ、この場合だと、まあ、2、3秒で、復旧が終わるというような感じになってできています。ということで、まあ、そうですね、当社は、まあ、ベンチャー企業の、去年の夏に、第1回の、大社サバリアテ同士の資金調達を、させていただいて、まあ、開発してきているというような、まあ、そんなステージにあるんで、まあ、これからの会社ではありますけれども、本当に私的には、まあ、半自動とか、まあ、それのためのシステムっていうのは、すごく求められてくるところかなとは思っているので、まあ、そこら辺、希望を持って取り組んでいるところになってます。じゃあ、はい、ご紹介でした。ありがとうございます。はい。シードランドの会社なんですか、まだ。何回目ですか？これまでは1回、はい。出資していただいただけになりますね。うん、事業計画はこういった、うん、何でしょう、自宅案件のようなものなんです。これ自社のロボット、これあれですよね。うん。なんて言ったら、ある会社のロボットですよね、これ。そうですね。はい。で、まあ、この基本的なシステムのところは、まあ、もう何、はい、自社開発で、で、はいはい、お客様に合わせたカスタムのところは、まあ、お金を頂戴してやったりとか、あと、まあまあ、ケースバイケースではあるんですけれども。はいはい、はいうん。この今まで、その、クロスダイバーシーって、実はAI のプロジェクトなんですよ、プレストで。
はい、どちらかで言うと HCI とかビジョンの人が多かったんですけど、こういうロボットで AI っていうプレイヤーがメンバーにはいなかったなとは思うんですけども、菅野さんってこういったプロジェクトって関わりありますか、今。僕はこれまであんまりこう、ロボットって直接関わったことがなくて、実際まあ、その、コンピュータービジョンのコミュニティとロボットのコミュニティって若干被ってるところもあるとは思うんですよね。小野さんってちなみになんか画像系の人とかとの交流とかコミュニケーションってあったりします？ビジョン系とか。交流、まあ、そのロボットの構成要素の一つなので、あの、何？社内のエンジニアの人が、まあ、あの画像処理ライブラリー使ったりとか、まあ、そういうのはあったりとか、あと、この私たちの HATS っていうサービスは、あの画像処理を保管するような、はいはい、あの使い方もしていただきたいなと思っているので、あの、まあ、協業いただけないかということでお話しさせていただいているっていうのは、まあ、ありますね。でも私たち自身がその新しい画像処理、そのアルゴリズムの開発っていうのは、そこはまあ、あの、今のところ、あの、ないですね。はい。なんかあれですよね。コンピュータービジョンとロボットに限らず、やっぱり近いようで意外とコミュニティギャップがあるところってやっぱ多いですからね。なんか。そうかなと。でも、あの、よく、あの、動くものとビジョン組み合わせて、ロボット系の学会来られてたのって、僕なんかパッと、東大の石川先生のグループとかよく思い浮かぶんです、ね。わかります、うん、あの、なんだ、案件やってたもんね。高速ビジョンです。そうそうそう、うん。絶対負けないじゃんけんをするロボットとかどこじゃない、うん、ああ、うんうん。あ、確かに。で、なんかロボット使って、あのです、ロボット実際動かすところまでやってらっしゃいましたね。うん、そういうところとは、うん、あと、やっぱり、あの、海外留学してた時のロボットの研究室って、やっぱコンピューターサイエンスの中にたくさんあったんで、ビジョン系の人はやっぱいっぱいいましたね。普段も、もうロボット系の人が多いです。なんか日本だと結構機械工学系の方が多い気がしますけど、うん、ロボットの研究室って。そうですね。その差は感じますね、ちょっとだけ。そうですね、確かに。うんうんうん、生産系ってどうですか？生産系って何なんですか？生産系って何なんですか？生産系っていうのはですね、そうですね、その質問確かに、生産系ってもともと、なんていうんですかね、東大における第二工学部的なものっていうか、工学部に対する、基本的に工学全分野、基本的には含んでるんですよ。いろんなこう、うん、ただロボット系、例えば、大石先生って割と僕も近しい先生がいるんですけど、その人とかは結構そのロボットと VR と AR みたいなことをやってたりはしますね。ただ結局生産研も生産研でやっぱり大学院に紐づいてしまうところがあって、要は僕だとどうしても生産研所属でもあるんですけど、まあ情報理工学系研究科の電子情報学専攻なんですよ。僕が所属してるのって。で、電上なので、まあ、電気系なんですよね、その母体が。で、電気系って、うちの専攻ってすごく画像系多いんですよ。例えば、相沢先生とか山崎先生とか、いろいろこう、まあ、いわゆる画像とかマルチメディア系の先生がすごく多い専攻ではあって。で、そうですね、で、機械情報とか、知能機械とかと、直接的なつながりがあるかというと、実はそこまでなかったりするんですよね、大学院レベルでは。なんで、うん、こう、そうですね、これ結構だから、日本の特に情報系特有の縦割り構造というか、情報系ってもともとやっぱり、最初から情報系だった学部ってやっぱり全然ないので、なんか、どうしても母体があるんですよね。機械系とか通信系とか、電気系とか。があってそれが合体して情報系になってるんだけど、結局その昔の組織感っていうのがまだ残ってるっていうのが実は結構大きかったりしますよ、うん、そのさっきの AI、 最近菅野さんが昔は何でしょう、機械学習とかディープラーニングでしっかり言ってたんだけど、最近いわゆる AI って言い始めたんですよ。
なので都合上、まあ、AI でもいいかなと思うんですけども、あの、やっぱ僕もロボットの動く部分をやっていて、あの、時系列データであったりとか、あの、センサー情報であったりとか、そういった、まあ、データセットみたいなものを作って、何か、あの、まあ、パターンレコグニションみたいなものをやるっていうものに関して結構、まあ、試してみたりしては。このミーティングは録音されています。なんか出てきましたね。いや、検索レコーディングを今したんですかね。はい、あの、それってデータセットを、まあ、作ろうとするんですけども、やっぱ、例えば義足のデータってそんなビッグデータになり得なくて、そこまでこう、複雑なニューラルネットとかそんなに必要なくて、普通のなんか、例えばサポートベクターマシンとかでこと足りるみたいな結構僕は多くて、今のところ使いどころが、まあ、あの、僕コンピューターサイエンス出身で、一応なんかこう、勉強して、すげえ面白いと思いながら、あんまりこう自分のなんか分野では役立てるところがあまりあの見当たらない状況なんですけども、どういうふうにこのロボット動くものと AI を結びつけようとしているかっていうことに関しての質問を林真理香さんにしたいんですけども、どんなことされてますか？なんかそうですね、されてるっていうか、あの、したいなという話でも大丈夫ですか？もちろん、あの、はい。そのロボット、あの AI がかなりこう質的な変化していくのに、には、やっぱなんかロボットがやっぱロボットみたいな身体があって、それであのデータを取得していくっていうことがまあ必要という話がある、かと思うんですけども、で、その時になんかそのロボットの側が現状まだ追いついてないかなと、思ってて、でロボットが追いついたとしても、まあ、そこからじゃあ、まああのね、人間並みのことをし始めたら、まあ、人間でも、ね、何年もかかるわけでっていうことで、あのかなり時間かかるのかなとやっぱ思ったりしてるんですけど、そこをなんか若干スキップできないかなと思ったりしていて、で、なんかさっきご紹介したそのハッツ の, あのサービスだと、あのすいません、ちょっとご説明ちょっと途中で、あの、足りてないなって今気づいたんですけど、あの、そのオペレーターの人がいて、で、実際のそのロボットが働いている現場、例えば工場とか、そういったところの現場の、その、まあ、まあ、そんな臨機応変な判断、まあ、だから常識とか活用しないと、あの、解けない、問題っていうのを、まあ、解いていくっていうような、そういうシステムなんですけど、その時になんかオペレーターがやっぱその現場の本当にまさにそこにある課題についてその常識を活用したその常識の情報っていうのをあの、まあ、どんどん入れ込んでいくことができるよねと思ったりしていて、でそこの入れ込み方をうまくしてあげたら、まあ、少しでもその、ね、あのロボ AI がロボットを身体使ってこうあの、まあまあ、高度になっていくっていうところをちょっとなんか短縮できないかなと思ったりしてますね。で、そこのなんか情報の与え方っていうのが、まあ、これが本当に AI のその最先端の領域だと、あの、どこまでやられてるのかっていうのが、ちょっとまあ私まだこれから勉強しなきゃなと思ってるところではあるんですけど、なんか、あの、そこら辺あるんじゃないかなと思ったりします。今は基本的には、あの、AI って一言で言っても、いろんなやっぱり、アプローチがあって、あの、タスクに応じて、いろいろ個別、別々のアプローチがなされているものが論文に出るっていう今、フェーズのような気がしていて、で、このスーダノさんってどちらかというと、その AI を民主化しようっていうようなこともやられていて、その使う側が、あの、あるタスクに応じて、まあ、その、いわゆる AI を使いこなすような手法がありえないかみたいなことを、はされているんですけども、ちょっと菅野さん、うまく説明できますか？そうですね。はい、なんて言ったらいいんですかね。まあ、まあ、どちらかというと、だから、僕が興味あるのって、こう、性能を上げるだけじゃなくって、そもそもの問題設定って、やっぱもっといろいろあるよねっていうところに、多分、興味があって、ある程度、こう、型として定式、すでに定式化されているタスクっていうのはもちろんいろいろありますし、まあそれも重要なんですけど、まあ特にあのクロスダイバーシティ自体が多様性みたいな話をしているので、まあどうやってこうニッチなタスクを拾い上げる枠組みっていうものを作れるかっていうところになんか僕自身は
興味があって。なので、それもあって、まあ、なるべくこう、なんていうんですかね、こう、AI は何するものかっていうものをなるべく決めずに、できる限り柔軟なツールとしてエンドユーザーに届けるにはどうすればいいかみたいなところに、僕自身は興味があるっていう感じですね。なんかこれって多分すごく、なんか学術的な興味としては言いやすいものだと思うんですけどね。なんかそれって、なんていうんでしょう。こう、金になるかと言われると別にならないような気がするんですけど、なんかこう、学術的には重要っていう言い方はできると思いますし、かつやっぱりそれは大学にいる人間としてはなんかそういう問題について考えるのは結構重要なんじゃないかなと思ってるっていうのが、はい、クロスダイバーシティやってることではあるんですけど、なんかそれこそさっきのハッツの話とかって、あれって例えばオペレーターっていうのはある程度そのシステムに対して習熟している人っていう前提なんですか？あ、そうじゃない形にしていきたいとは思ってますね。なるほど。はい。現状、現状は結構知識が、というのも、なんかあれ、例えば初心者があの状況で、じゃあどういうパラメータを動かしたら、ロボットが再度動けるようになるかとか、結構面白い問題だなと思いながら聞いてたんですけど。うん。ある程度の、レクチャーは必要かなと思うんですけど、その、最後はでも、まあ、その例えばそのアルバイトでその現場で働いてる人だったら正しく判断できるよねっていうレベルのことをロボットを介して実行するっていう風な形にしたいので、だからアルバイトの方レベルのその知識レベルっていう風にはしたいなとは思ってますね。だからなんていうんですか、これこういう理由なんですけどっていうのがやっぱなんていうか、まあまあテロップとして出てくるというか、UI の側でそこをまあまあカバーしてあげるという感じは考えてますね。なるほど。で、あれって今の枠組みだと、人が何かこうパラメータ調整して、まあ、パラメータって言っていいのか分かんないですけど、何か調整してロボットが受けるようになったときに、何かロボットの方で再学習するみたいなプロセスは走ってるんですか？今のところは、まあ、それは、未実装なんですけど、まあ、これから、やっていきたいなという。なんか結構、その、研究的にも、多分、問題設定として、いろいろ多分、僕らが AI をじゃあ、エンドユーザーにどうつなげるかって話をしているのと、多分、通じるところって、いろんなポイントにあるのかなと思いながら聞いていて、要は、ロボットのプランニングっていうタスクを、そこまでアルゴリズムに習熟してないオペレーターの、技術とどうつなげるかみたいな話だったりとか、それを例えば各倉庫に誰か専門家が、カスタムするんじゃなくって、もう既存のなんかロボットとアルバイトの人のペアに対してうまくそれぞれにどういう情報を提示すればいいのか、どうやったら最適化できるかとか、例えばユーザーのなんか操作があった時に、じゃあさっき言ったようにロボットの方をじゃあどうアップデートすればいいのかみたいな話とか、あとロボットがなんで止まっちゃってるのか、ちゃんとこう解釈可能な形でオペレーターに伝えるにはどうすればいいかとか、なんかそういう話って結構そのもっとミニマムな問題っていうか、なんか機械学習とか AI と一人のエクストリームなユーザーとのインタラクションを考えるって話と多分通じる側面はあるんだろうなと思いながら僕は聞いていました。うん、オペレーター側の何でしょう、学習って必要になると思いますか？うん、学習、必要ではあると、必要というか、オペレ、まあ、これ、本当にビジネスにしようと思うと、エンドユーザー様や、ロボットベンダー様と一緒に、オペレーションマニュアルを作らないといけないよねと思ってて、実際上。なんで、まあ、それオペレーションマニュアルをやっぱり、頭に入れていただくという、必要があるかなとは思いますね。うん。なんか今まで、僕がやってる部類ってどちらかというと、ブラックボックス化してユーザーには気づかれないうちにデバイスがスマートで動いてるっていう部分で使おうとしてたんですよ。でもこれってすごいタスクがものすごいシンプルで、タスクがもう本当に、なんでしょう、変わらない。このタスクをみんなやるんだっていう、同じようなタスクをやるんだったら成り立つんですけども、実は世の中って複雑で、タスクって人それぞれ違っていて、いわゆるそのブラックボックスを渡したとしても、それは
違うタスクに行ったら無用になってしまうから、その出来上がったものを渡すのではなくて、使えるような、昨日実はね、あの、なんだっけ、折り紙の話で、はいはい。なんかいいこと言ってたような気がするんですけど、何でしたっけ、あの、千羽鶴を持ってっても役立たない。うん。役立たないというか、あの、東北の人ですよね。千羽鶴に送られても困るんだけどって話をしてて、はい、はい、最初の話。あの、千羽鶴って、そうですよね。あの、菅野さんは紙を送って、その場で折ってもらうというか、自分が欲しいものを折ってもらうというか。多分その AI の考え方で言うと、その出来上がったものを送るっていうものが多分どちらかというと作り手としてはすごいシンプルな方法なんだけれども、でもそれではできないタスクっていうのは人それぞれのものがあって難しいので、人それぞれのタスクにオペレーターが使えるようにアレンジするような方法で使えないかっていう考え方かなっていうふうに理解してるんです。とか、そういう入れ込み方ってことですね。うん。なんか、そうですね。だ昨日話したのでも、なんか、例えば、被災地に突然紙がいっぱい届いてもしょうがないよねって話をしていて、要は、そこは結構バランスというか、なんかこう、千羽鶴、せめて折り紙じゃないと、なんかこう、楽しむことには使えないよねみたいな話とか、ただ、折り紙ですって届いちゃうと、じゃあそれを使って、なんか別の道具を作るとかいう発想にはならないかもしれないねみたいな話をちょっとしてたんですよね。なんで、そこのバランスの設計、まあ、まさにこうデザイン的な話だと思うんですけど、なんか、その、うん、そこの、なんて言うんでしょう、使いやすさとフレキシビリティのバランスみたいなのは結構難しい問題ですよねって話を全然別件で昨日話してたっていう感じですね。うん。なんか、もうちょっと、その、先ほどその菅野さんのお話で、その、なんていうかな、まあ、ざっくり言った AI が活用できるだろうけれども、まあ、活用できてないそのフロンティアのところが結構こう、ユーザーさんもこう巻き込んでいくと結構掘り出せるんじゃないかというそういう話なのかなって思ったんですけど、はいはい、なんかちょっとできればなんか具体例みたいな、でなんかそうですね、さっきのその当社の取り組んでるハッツの事業なんかだと、まあ、工場の中で何かを運びますとか、まあ、掴んでどこかに持っていきますとか、あとそうですね、まあ、まあ、そんなとこかな、あとはま、やっぱりなんか、認識します、こう、なんかね、弁別しますみたいな、まあ、そういう話だったりとかするんですけど、なんかそこら辺のこう、産業系の領域って言っても、まあ、で、アルバイトの方、パートの方とかが、こう、もう、粛々とこなしてくるような、領域で、なんか、どんなものがありそうかなっていうのを、ちょっと、考えてみたいなと思うんですけど。はいはい。なんか、うん。そうですよね。ファクトリーオートメーション系って確かに、ある程度、決め打ちのタスクで、カバーできる領域って大きいと思うんですね。そもそも、僕らの話って割と、なんていうんですかね、すごく主観的な、セマンティックスが関わるような話っていうか、例えば何でしょう、例えばこう、聴覚障害持ってる方が音を認識したいって言った時に、まあ、もしくは視覚障害持ってる人が、カメラで何かを認識したいって言った時に、その何かって本当にこう流動も人によって全然違うし、対象も全然違うっていう話があると思うんですよね。なんか例えば物体検出の事前学習したモデルで視覚障害を持ってる人を助けるって話をし始めると、まあ、その事前学習したモデルで定義されている物体しか世の中には存在しないことになってしまうと、うん、ただ本来は、まあ、例えば人によってはもちろんかなり特定物体認識に近いタスクが必要になるかもしれないですし、まあ、人によってはその間っていうかすごく限られたカテゴリーを、一つの物体クラスとして認識したいっていうこともあるでしょうし、まあ、そもそも物体カテゴリーなんだけど事前学習のモデルには全然含まれていないケースっていうのも当然あるでしょうし、なんか特にそういうこう意味に結びつける作業っていうのを考えた時に結構やっぱり全てを包括するようなモデルって作れないよねっていうのがそもそものディスカッションのスタート地点ではあるんですよね。でその意味で言うとロボットのプランニングって結構やっぱりある程度物理的な世界の話になってくるので、
結構その一般的な定式化っていうのは確かに可能だとは思いますけど、例えばピッキングとかって結構現場現場によってターゲットが違ったりっていうことはまあありえるわけですよね。ピッキング、まあ製造だとあれですけど、なんか逆にこうリサイクルの側だと、まあ何入ってくるかわからないから、まあ、そういうところあるかなと。あとはまあピッキングよりかは、結構検査。外観検査するとか、そこら辺って本当に突き詰めると何が OK で何が NG かって、まあそうですよ、突き詰めると難しいところがあるという話を聞くんで、だからそこはだからかなりもうちょっと抽象度高いところからブレイクダウンしてきて、まあそのね、検査業務の、現場リーダーの方が、まあ、最後は判断するみたいな迷うようなやつは当社として出荷していいのかしらみたいな。その何食べ物の中でも焦げてます割れてますとか そういうのはまあ分かりやすいとして、それより上位のレイヤーでこれは商品としていいんですかみたいな。そこはもう同じようになんていうか最初に定義できないところだということで、そこを確かにどうするんだろうと、すいません、私としてはどうするんだろうでなっちゃうんですけど、多分菅野さんとしては取り組まれているところもあるのかなと。そうですね、なんか そういうところに研究的には興味があるっていう感じなんですよね、うん、なんかまあこれはもちろん結構やっぱりアカデミックな研究でやる話と、こう製品のブラッシュアップでその話ってちょっと当然良くも悪くも違ってきちゃうところがあるとは思っていて、別に何て言うんですかね、アカデミックな研究でやるべきことが正しいともそんなに僕は思ってないんですけど、まあ逆になんか何て言うんですかね、その例えば既存のモデルでこういうアプリケーションを作っちゃうと絶対にこういう問題があるから、それを解決するにはこういうアプローチ取る必要があるよねみたいな話をするのって割とこうなんか重箱の隅をつくような話に聞こえるかもしれないですけど、なんか学問的には重要かなって僕はちょっと思ってるところがあって、なんかこうちょっとこぼれ落ちてしまいそうな可能性について考えるみたいなのが単純に多分性格的に好きっていうのもあるんですけど、まあ大学そうですね、だからでもなんかそれって結構コンピュータービジョン業界全体の問題でもあるというか、さっき 1% でもダメなとこがあると製品としては結構ダメになっちゃうって話してたと思うんですけど、なんかまさにこう画像認識ベースのシステムで 100% の精度を出すのって本当に難しいと思うんですよ。で、実際多分今のディープラーニングとか AI ってそういうレベルの性能をやっぱり期待されてしまう側面ってあって、で、実際ディープラーニングでやってみると、もう当然そんな性能は出ないので、やっぱダメだねってなるケースの方がむしろ今産業とかだと増えてるんじゃないかなっていう印象がちょっとあって、なんか要は画像認識ディープラーニング幻滅期にすでに差し掛かってるんじゃないかっていうなんか印象があるんですけど、どうなんですかね、なんかどうですかね、逆に多分業界の人間としてはそこまあすぐ来るだろうって思っちゃってるところがあって、要はそんなにすごいもんじゃないよっていう気持ちが多分僕らの側の方が強かったりするんですけど、でまあなんかまさにその時に結局こう事前に最高のモデルを作り込んでデリバリーするっていうなんかアプローチの限界がそのうち来るのは明らかだから、じゃあその時に実際に使う人とのやり取りでどうやってモデルアップデートするかとか、もっと実際にこう使う人がまずモデルを作る、でその後はなんとかオートMLで頑張るみたいなアプローチが取れないかっていうのが僕自身の関心ではあるっていう感じですね。うん、今って結構そのなんか例えばさっきのちょっとこう事前にどこまで OK か決められないようなタスクみたいなのが話として来た時にはなんかどうやってアプローチするんですか、なんか現場のヒアリングで学習データ集めるとかそういうアプローチなんですかね。その検査工程、どうなんだろう、一般的にどうされてるかっていうことですか、はいはい、そこを自動化しようと思ったときに。そうですね。ああ、うん。うん、製造業の、まあ、
エンドユーザーの立場ではないんですけども、これまでヒアリングさせていただいた範囲だと、やっぱ迷うものは寄せといて、最後リーダーさんがまとめて判断する。なるまほたか、はい。難しいですいう感じですね。まあ、そうです自よ動ね。化が。はい。うん。リーダー、最終的にはだから開発する側が決めてるっていう感じなんですか？そういう時って。開発者側っていうか、現場の人が決めるというよりは、どこで線引きするかっていうのは、開発者の側が決めてるみたいな感じなんですか？検査なんかだと、なんだろうな、QC の担当の部門があるので、そこが責任持ってやると。いうことで、だから開発っていうよりかは、もう検査専任の方でということにはなるかなと思いますけど、かなりストレスフルな現場だという話は聞いたことがあります。なるほど。林さん、ちょっと別の、また次のトピック、僕聞きたいことあるんですけど、聞いていいですか？僕の個人的な印象で申し訳ないんですけども、林まりかさんは、起業する感じじゃないなって思ってたんですよ。そうなんですね。はい。はい。何かきっかけがあったんですよ。一回就職された、三菱電機そうですにね。入っはい。お世話にて、なりま辞しめた。て起業したっていうキャリアなんですけども、何があったんですか？大きな組織で働けなかったというか、なんていうんですか、組織の中で、なんていうんですか、基礎的なことですね。上司にこういった内容だったら承認を取るべきだとか、なんていうんですか、そういうその組織の中で動くっていうのが、非常に苦手だということが、就職してから、分かったというのは、あります。はい。ということで、多分今までやっぱ、いろんな経営者のお話とかも聞いたりすることあるんですけど、中にはね、経営者の方、もうそれしかできないからそれをやってるんだよっていうふうにおっしゃる方いらっしゃるんですけど、自分もそのパターンかもしれないと思うところありますね。あとは、ただ、やっぱ、ちょっと、三菱電機さんには、すごいお世話になったんですけど、一緒に働くメンバーっていうのを大切にしたいというか、このメンバーと一緒に仕事をしたいなというふうに思うようになりまして、で、それで、そのメンバーと一緒に創業したっていうのはありますかね。その頃からやりたいことって変わってないですか？なんかやりたいことがあって起業したっていうよりは、メンバー、この人たちと何かやりたいみたいな雰囲気なんですか？やりたいことは、半分変遷したという感じですかね。キビテクっていう会社の社名が、の、キビって心のキビのキビなんですけど、なんていうかな、心のキビに、なんていうかな、影響を及ぼすとか、心理的な影響が結構大きいようなテクノロジーを仕事にしたいという思いがあって、そこら辺は変わってないところで、で、今新しくやろうとしている事業のミッションなんですけど、さっきのその、遠隔でそのロボットをアシストするっていうサービスなんですけど、その遠隔のオペレーターさんっていうのは、最終的に途上国の低所得な方々に担っていただきたいなと思っていまして、で、それを通して、世界の格差の低減、とか機会の均等化の促進につなげていきたいなと思っているところがあって、技術で、あまり良くない境遇にある方に少しでも
なんていうか、プラスになることをして、で、それで、その、やっぱ、良かったなって思ってもらえる方っていうのを、まあ、増やしていきたいっていう、まあ、そういう、その、ミッションがありまして、それはもう本当に、技術者の好奇心、それをやる会社って、なんか、技術者の好奇心が、こう、まあ、社会貢献につながる器だと、社会好奇心がこう社会貢献につながる直結する器で、しかもそれ、その、なんていうんですか、まあ、やっぱ本当、リアルに、こう、良かったなって思う人が、その先にいるみたいな、まあ、そういう会社になるかなと思うんで、そこをやりたいなというのは、はい、ありますね。それで、最近、そのニュース見たんですよ。JICA の SDGs ビジネス支援事業。で、もうどちらかというと、途上国に結構馴染みのあることをよくやってるんですけども、カンボジアの物流に関する事業、これ、なんでカンボジアになったんですか？うん。ですね、まあ、ステップアイステップで、その海外というふうに考えていて、で、まあ、東南アジアというのが、まあ、次のステップとして、いいかなと。思っていて、で、まあ、東南アジアの中でなんでカンボジアかっていうところは、そこはまあ、ご縁があってというところですね。で、JICA 事業に関しては、まあ、私たちが持ってるこう技術って結構物流に貢献する技術でもあるかなと思ってて、で、こうカンボジアってタイとか、あとベトナムに挟まれていて、で、そこの間のこう物流とかもあるわけで、なんですけど、隣国と比べると結構物流の品質が比較的低いんですよね。で、まあそこら辺に課題があるということで、まああるというか、あるでしょうと考えて、まあここまではね、文献調査しかしてないんで。なんで、まあそれでカンボジアということで、はい。日本でやる場合とカンボジアでやる場合って何が違う、はい、大きな違いですか？ですね、そのカンボジア、JICA事業に関しては、その物流系の SI なんですけど、ですね、これちょっとまだカンボジアの詳しい調査できてないんで、あれなんですけど、まあですね、まあやっぱり人件費が違うので、コスト低減という方向での訴求がやっぱり非常に難しいですよね。というのがあって、まあ、そこどうするかなというところはあるんですけど、まあ、でも何、機械とかそういうのを入れると、再現性が高いことできるとか、はいはい、帝国通りにできるとか、まあ、そういったところをちょっと訴求していければいいかなと思ってますね。なんか、効率化って聞くと、今あるものを効率を良くするみたいなイメージなんですけども、それは合ってますか？そうですね、新しい市場が生まれるようなことではなくて、はい、こう今あるものを効率化するというようなところに興味ある感じなんですか？いや、まあ、本当は自分の性格的にはちょっと新しいものっていう方は興味ありますけど、まあ、両方ですかね。うん、だから要は結構難しいなと思うのが、例えば菅野さんがすごいこのさっきの視線の方向をビジョンから推定するようなアルゴリズムあったじゃないですか。はい。あれをアプリケーションとして作って、途上国でどうやって流行らせるかって言ったときに何が課題かって言われると、うん、そもそも何でしょうね。そうですね。必要かっていうのはよくわからないですし、うん、あと、ね、やっぱ、導入部分だったりとか、もう所得が低いから、それをアプリとして購入する、まあ、購買力があるかとかって、多分いろいろハードルが高いなっていうふうには思った。はいはい、でもなんか、例えば、菅野さんって SDGs に考えたことありますか？そもそも。視線とかって多分、あれなんですよね。例えばこう ASL の方も、入力デバイスとしてみたいな話って昔からそれこそあるじゃないですか。ただ、あれってやっぱりデバイスが高い問題って、それだけだと全然解決しなくって、要は未だにそのデバイス自体はある程度、まあでもなんか視線業界って結構高めのデバイスを研究業界向けに売って、そのお金で会社回しつつ、安めのコンシューマーデバイスを出すみたいなビジネスが多分最近ちょっと、回りつつあるのかどうかわかんないですけど、まあ、VR とかゲームとか最近アプリケーションが出てきたので、
あれですけど、ただじゃあ、そういうなんか自然入力デバイスが本当に途上国に届くようなものになってるかっていうと、それは全然なってないでしょうし、まだやっぱりそういう話って聞かないですよね。なんか途上国向けの視線って、多分全然、使い道があってもおかしくないと思うんですよね。ただ。うん、でも、例えば、ちょっと、例えばスマホに点が出て、その方に向いてるか向いてないか診断が何かの病気の診断に使えるんじゃないかみたいな、パッと思いつきですよ。はいはいはい、みたいなことがあるとした、なんでこれがパッと思いついたかっていうと、ラメシュラスカーって、はい、まあビジョンもやってるし、三菱電機なんで、二人にも何らかつながりがあるかもしれないけど、ラメシュラスカーすごいのが、事業化してるんですよね。途上国向けに。緑内障診断の。あ、はいはいはい、見たことあります？で、もう 3D プリンターで出たような、こう、なんかちっちゃなデバイスをスマホにつけて、こう目に当てて、見えてる、見えてないっていうものを、その、いわばそれ、どちらかというとビジョンというよりはオプティクス。はいはい、なんですけども、そういうテクノロジーを使ってなおかつビジネス化して、しかも途上国でも耐えうるようなビジネスモデルってすごい素晴らしいストーリーだなと思って、そのロボットは結構ハードル高いのはハードウェアがもうそもそも高いから、それをどうやって回収するかって考えちゃうんですけども、ビジョンは菅野さんもしかしたらいい立ち位置にいるんじゃないかなって思っちゃった。なんか確かに意外とその話僕今まで考えたことなかったですけど、いろいろ実はそれって文脈ありそうですね。なんか視線っていうことでもスマホはあったりするんですよね。はい、なぜか。そうですよね。うんうん。確かに。確かに。でもそういう文脈の話って聞いたことなかったですし、僕も今の今まであまりちゃんと考えたことなかったですね。そういう話って言われてみると。うん。ぜひじゃあ、SDGs、流行りもあるんですけども。確かに。林真理香さんがカンボジアに行くときにはこの菅野さんを連れてっていただけたらいいかなと思います。一緒に行きましょう。カンボジア行ったことあるんですか？ぜひぜひ。僕カンボジアないですね。うん、うん、いやでも多分本当にそういう話ってすごく重要だとは思っていて、なんかやっぱり最近なんか政権でもそういう話って結構、東大全体でも結構大事な話としてディスカッションされてる傾向があるかもしれないですけど、なんかやっぱりこう、うん、なんていうんですかね、大都会向けの技術でいいのかっていうのは確かにすごく重要な話で。で、はいはい、で、なんかこれも昨日そんな話しましたけど、研究としてやるっていうのは実は最初のアプローチとしてはすごくしやすいとこもあるんですよね、実は。こう、あくまでこれ研究なんでっていう形で、そういうところに技術を届けるっていうのは、実は最初の取っかかりとしてはすごくやりやすいところがあって、で、研究として始めて、それをビジネスにつなげるみたいな回路ができれば多分一番いいんでしょうし、ある意味やっぱり大学の研究って、そこは、そこをつなげる、場としては結構重要なんだろうなっていうのは思ってますね。最近特に。うん。途上国、その林真理香さんの話にもつながるんですけど、はい、僕が留学してた時に D ラボっていうコミュニティにて授業を教えてたんですけども、これは要は途上国をものづくりで課題解決をしようというざっくりとした目的があったりとかして、それで教科書でですね、アーンスト・シューマッハのスモーリー・ビューティフルって本があるんですよね。で、その中に、これはイギリスの経済学者かなの本なんですけども、インド、が植民地時代の時に、そこで経済発展をする時に、最新技術を持ち込んで失敗をするって事例が紹介されてるんです。うんうん、で、要は中間技術って当時は呼ばれてて、今は適正技術とも呼ばれるんですけども、現地の文化に根付かなければいけないとか、雇用が生まれるとか、環境を破壊しないとか、そういう条件があって、それらがちゃんと現地に根付くっていう流れがあって、それを作ろうよっていう授業なんですけれども、例えばいくらお金がかかったとしても、ペニシリンっていう抗生物質でしたっけは適正技術なんですよね。どこの国に行っても同じものは。ただなんだっけな、メディカルデバイスとして高いものを持ち込むよりも安価なものを持ち込んだ方が実は GE かの、ちょっと、潤いで申し訳ないんですけども、ヘルスケアの了解で、要はその高いものを持ち込むことによって、使える人がいないとか、現地で修理ができないとか、
そういった課題があるというのがあって、その適正技術というものが大事だよねという話なんですけども、林真理香さんはその適正技術に対するチャレンジなのかなって今聞いてて思ったんですね。ロボットって多分持ち込まれてもそんな使われないですけれども、それをいかに現地の人に使ってもらえるかっていうところと、あとビジネス的に回るような仕組み作りというんですかね。みたいなところの課題があったら、その今まで安いものをなんとかこうビジネスに乗せるみたいなところから、もうちょっと、もう一歩踏み出した適正技術バージョン2みたいな領域で、多分なんか妄想されてるのが今の課題なのかなっていうふうに思います。そうですね。本当にそういうところやりたいですね。なんていうんですか、コスト低減のためにロボットを使うんじゃなくて、もう本当に、ロボットがなきゃできないから、入れるとか、ちょっと、昔伺った話なんかだと、溶接ロボットがあるとして、その、溶接のその職人さん、のそのコストを低減するために使うんじゃなくて、いや、人件費も、は安いので、ロボットの脇に人間ずっとついてていいです、と。で、ロボットも、人間ついてて、ちょっとなんかあったらもう、人間がロボットの、補佐をしてあげてもいいです、という、そういう余条件で、それで、人間の、その、日本にいるような職人さんみたいな仕事はできないから、そこのところをロボットでやってあげれるようにしてあげましょうという。人間とロボットもそもそもセットなんだと。ロボット入れて人間を、ね、解雇するとかそういう話じゃないんだっていう、そういうところが違うとかいう話も聞いたりとかしたことがあって、だから本当ロボットに入れても全然違うっていうところかなとは、はい、思いますね。ちょっと質問なんですけど、バクスターって知ってますか？はい、バクスターってリシンクロボティクスだっけ、ロドニー・ブルックスの会社の、うん、あれってもともと要は iPhone とかが中国で開発されてるけども結局人間の手がやっぱり必要になるので、その人間と協業できるようなロボットということで手になんかコンプライアンスが仕込まれたロボットみたいなので作ってうまくいかなかったっていう多分事例だと思うんですけども、これは林さんから見てどのような感想を持たれました？すいません、バックスターのそこまではちょっとあまり存じ上げないからバックスターって見たことあります？見たこと自体ありますかね、まあ、はいはい、うん、そうなんですかね、そうなんですかね。でもやっぱ人件費の人件費の低い国で、その量産途上国の人たちを使って先進国の、量産体制の中にロボットを持ち込んで効率を上げるみたいな、どちらか、まあ、ざっくり言うと今林さんがおっしゃってたようなことをやろうとして失敗した事例なのかなと今と思ったんですよ。そうですね、いや、なんかその何ロボットの脇に、そのさっき申し上げた人間がいてもいいってなったら、相当ロボットの設計変わるよなとは、ね、遠藤さんとかも本当にお分かりになるかと思うんですけど、ありますよね。なんか全然違う形なんでしょうね。本部社とか行きたいけど、今もうほぼロックダウンのようで、そうですよ。で、残念ながらまだ行けてないんですけど、なんですけど、なんか自分ちょっと話戻るんですけど、東京に会社がありまして、で、まあロボット開発してるので、エンジニアの方とかもみんな東京で、まあ出社やっぱりしなきゃいけない場面とかもあって、なんですけど、なんか自分だけ北陸に移住してしまいまして、で、今、ベンチャー企業なんだけど、なんか CEO だけ、なんか北陸に住んでるみたいな、ちょっと新しいスタイルを今トライしてまして、で、まあ、ただ、結構、出社しなくてもやっぱり住んでしまうメンバーも結構いて、営業系のメンバーとか、なんで、結構、なんていうか、リモート、ロボットなのにリモートネイティブみたいなの今チャレンジしている感じですね。なんで、なんか、カンボジアだろうが、どこだろうが、なんか、だんだんこう、
差異がなくなってきてるとか、なんか感覚がやっぱ麻痺してきた感じがしますね。東京に行った頃と比べると。はい、あの会社見、あのウェブサイト見ると、西五反田にあるんですか？そうですね。うん。めちゃくちゃ近いですね、僕今いると。確かに。あ、そっか。ほう。はい。ぜひ、じゃあちょっと、あの会社に、あの、もう行くときももちろんありますので、はい。ぜひお会いしたいなと。まあ、時間あるうちに質問を回収してっていいですか？ちょっとだけ来てるので。はい。はい、もぐもぐ姉さんって何かあるんですか？これ何ですかね。もぐもぐ姉さん、こんにちは。これ無視していいですか？あの大丈夫だと思います。あの、クラブハウスでちょっと毎日あの昼活をやっておりまして、なるほど。はい、あのロボット AI の、ニュース記事を一緒に見ながら、ちょっと何だろうな、未来予想するみたいな。はい、多分そこの場の方が。はい、あ、もぐもぐ、ご飯食べながら何かやってるからですか？一応私がモデレーターで立ち上げて、私が喋ってると、私が もぐもぐしてる時間が。あ、じゃあ、毎日やってるんですね。じゃあ、あの、クラブハウスに行けば、林さんに会えるという、昼ですよね。そうですね、はい。そちらの場も本当にぜひ、はいはい。今日なんか、アンドロイドバージョンも始まったようなので、もしご興味がある方がいたら。はい。最初に、貧困解決の問題が、話がありましたが、AI やロボットは人間のできない部分として補助するのか、もしくはそもそも AI ロボットとして貢献していくのかどうなんでしょうか？どちらかというと後者かなと思います。なんか自分がやっていきたいなと思っているところが、そのさっきちょっと申し上げた、あの、まあ、新しいテレワーク使って機械の均等化というところで、その、あの、なんて言うんですかね。うん。まあ、ところから、まあ、始めていきたいなと思ってるんですけど、まあ、ただそれだけだと、まあ、あの、まあ、海外のね、あの、安い賃金の方を、まあ、ね、そのまま、安い賃金のまま働いてもらってるだけじゃないかという、話にやっぱなっていくなと思っていて、まあ、自分的には、まあ、あの、本当に、その先に行きたいなと思っていて、で、まあ、その先のやり方っていうのは、かなりこう、うん、もう今勉強中で、あの、トライしていくしかないのかなと思っていて、なんかすごい、こう、自分のその、あの、見てる、こう、世界観というか、あの、のって、あの、技術って、あの、まあ、現状、その、まあ、株式会社っていうその会社の形態ほとんどなんで、その技術が進展すればするほど、その株式会社にその技術の権利っていうのが、まあ、増えていって、で、株式会社の活動がどんどん増えていけばいくほど、まあ、やっぱりあの、何、資本家とそうじゃない方とのギャップが開いていったり固定化していったりとかするっていう、まあ、そういうものかなと思ってて、だから技術をね、あの、開発していけばいくほど、まあ、格差の拡大につなげがってしまうっていうような、なんかそんな見方を私はしていて、はい、で、うん、そこに対してちょっとあの違うやり方をちょっと作っていきたいなと思っているんですよね。で、まあ、トライしてみたいなというのは、あの、この、まあ、もちろんあのかなりあの先の話であって、自分たち自身も株式会社なので、あの、まあ、まずあのね、あの、なんていうか、まあ、あまりその、なんていうかな、まあ、株式会社としての、まあ、成功を目指していってるところなんですけど、まあ、かなり先の時点においては、まあ、株式会社のその、なんていうかな、あり方、あの、仕組み、株式会社の内部の仕組みっていうのを、まあ、変えていくとか、ちょっとなんかできることいろいろあるんじゃないかなと。で、しかもそれが結構、あの、まあ、ロボット、みたいな、割とこうね、あの、人間の労働を代替するみたいな、もう直接的にね、まあ、あの、一般の人にこう分かりやすくこうそれをやっているような会社が、まあ、実際トライするということが結構メッセージ性もあっていいんじゃないかなと今のところ思ったりしてます。うんうんうん、はい、なんか労働のアウトソースの話って、結構すでに AI 周りだとやっぱり問題っちゃ問題ですもんね。なんかアノテーション仕事が海外にアウトソースされてるみたいな話とかってよく聞きますもんね、なんか。でもそれは、難しい話だと思いますけどね、なんか仕事が発生してるのは確かだけど、
果たしてそれが健全なのかみたいな話ってすごく難しいなと、はい、僕も思いますっていう。そうですね。なんかあの、何、例えばチョコレートとかだとフェアトレードっていうこうね、あのキーワードがあって、その文脈で活動されている方がいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうアノテーション付けとか、あと IT 系のね、はいはい、話とかだと、どこまでそういった活動されている方がいらっしゃるのか、ね、ちょっとあのそこまであの存じ上げないけど、確かにフェアトレード的な認証とかあったらいいのかもしれないですけど、そんなのってないんですかね、なんかこう、これはフェアに作られてますよっていう。確かに、あ、そうですね、チョコレートでフェアトレードマークとかありますよね。フェア開発、フェアアノテーションマーク付き AI みたいな。ね、あ、なるほど。あの企業の単位としては、あの何 B コープっていう、あの、認証制度みたいなもの、はいはいはい、とか。あるみたいですけどね。あと SDGs も一応認証制度的なのがあるんじゃないかな。うん、はい。なんですけど、その IT 系のプロダクトに関してのフェアトレードマーク。なんかそこをトランスペラントにするっていうのは確かに一つのアプローチではありますよね。なんか。あの、投資の話の中で言うと ESG 投資って、ESG スコア環境に配慮した会社はやっぱりいいよねっていうので、投資案件が集まるみたいなブランディングも使われてるし、あのフェアトレードで言うと、あのパッと思い出す感じで言うと、例えばアパレルメーカーって結構搾取がひどい業界だって言われてるんですよね。それでエバーレーンっていう、これ D2C ですね。ダイレクトっていうカスタマーの会社で言うと、そのトランスペアレンシーを売りにして物を売ってる会社なので、やっぱ今の時代、そういったもののもの、あのデバイスとか、あの製品を買いましょうみたいな、多分流れがあって、そういう会社じゃないと儲からないみたいな、流れを作りたい人たちが多分いるんじゃないかなっていうふうには、多分今の時代で言うとものすごいやりやすいブランディングかなっていうふうには思いました。それでさっきの話の、あの、適正技術の話で、今ちょっと調べて、あの、ここでちょっと訂正したかったのが、あの、GE の超音波検査機っていうのがあって、これが、あの、インドとか中国で売れたんですよね。これは、あの、機能を特化して、すごいシンプルに作って、安価に途上国向けに作ったっていうのがあって、先進国向けの多機能のではなくて、そういう機能を減らして、コストダウンをして、適正技術にして売り込んだっていうようなのは事例があるんですね。これ、あの、昔、多分2011年以前、BOP ビジネスで流行ったんですけども、その時にこういった話って結構あったんですけども、この YouTube の最後の質問で言うと、むしろ途上国から新しい技術が先進国に入ってくると面白いですねっていうのは、もうまさにこの事例が一つ挙げられ、よく挙げる、リバースイノベーションっていうんですよね、こういうの。リバースイノベーションの事例として、GE が作った安価な超音波検査機が、あの、まあ、そのまんま先進国でも売れたみたいな事例があるんですよ。なので、その、どうですか？途上国でカンボジア向けに作られたものが実は日本でもやっぱりいいよねっていうような流れってあり得ると思います。いいですね。あの、ね、カンボジアの方、あの、ま、めっちゃいっぱいスマホ持ってるし、なんだっけ、どれかの SNS、なんか、まあ、日本よりも率で言ったら高いみたいな、なんかそういうのとかありますしね。そういうとこで、新しいのが、なんかあれですよね、まさにこう、機械と人の協調モデルみたいなものって、やっぱりある程度先進国での作業を想定して研究者が作っちゃってるところっていうのも多分あると思うんですよ。で、なんかまさにその、なんていうんですかね、問題設定をいかにそういうこう、既存の研究とか開発から外れてるところ、外れてる、取りこぼされてるところで、問題設定について考えるかみたいなのが多分、さっきのこう、アクセシビリティの文脈で、技術自体を民主化したいって話に多分通じる話かなと、今強引にこう、つなげると、強引でもないですけど、かなと思っていて。なんで、こう、例えば、先進国での作業を想定してシステムを作り込んで、途上国に届けてしまうと、なんかあんまり使えるものにはならないけど、実際にこう、要素技術を持って、途上国で実際にじゃあどういう、こう、機械と人の協調モデルがあり得るのかっていうところを考えるところから始めることができれば、なんか僕らが
今東京で考えても出てこないようなアイデアっていうのが出てくるかもしれないみたいな話は多分、うん、クロスダイバーシティ言ってる、あの、機械学習を、あの、当事者に届ければもっと新しいアプリケーションが出てくるかもしれないに通じる話かなっていう。おお、これはぜひ、あの、どうでしょう、菅野さん一緒にやりましょう。ぜひぜひ。あと、JICA ってあれなんですよね。あの、僕ら駒場にいるんですけど、JICA って確か東京オフィス近いですよね。なんか、あれって笹塚のあたりにあるんですね。千ヶ谷のあたりじゃなかったですか。千ヶ谷ですよ。千ヶ谷の山の上ですか、なんか笹塚のあたりにありません、ね、なんか、あれって違うやつですか。あ、違うオフィスかな。すいません、それは全く関係ないですけど、はい。違う JICA かもしれないですね。また、同じ慶吾さんからまた質問いただいたんですけど、デジタルな作業では、地域格差がなくて自然にフェアトレードな方向へ向かう可能性はありそうです。うん、トレード、そうですね。と、なんか当社でそのクラウドソーシングで、あのアプリ開発とか、あの中国の開発者とかに外注したことがあるんですけど、フリーランスのレベルだと、あ、まあ、これ数年前の話ですけど、あの日本の開発者とあの中国の、あの開発者で、あのフリーランスのレベルだと、あのもう時給ではもう差がないみたいな感じには なってましたね。うん、なんですけど、結構やっぱあの工場作業みたいなことに、ね、あのなっていくと、まあ、そこはね、あの格差はあるかなっていう感じですけど、だからそこをね、あの差をなくしたいなっていうのは、それはちょっとあのやりたいなというところですね。なんか、うん、だし、なんていうか、ヘアトレードとか、まあ、それ以前になんていうか、あの全員グローバルっていうか、あの例えばなんか、アメリカなんかだと、まあ、グローバルエリートと、あと、まあ、ローカルなブルーカラーの方みたいな。なんか そういう分断ってあるのかなって、まあ、思うんですけど、いや、そうじゃなくて、ブルーカラーの仕事があの全部グローバルに、ね、あのロボットとか返してあの遠隔でつながってたら、あの、まあ、全部とは、ね、なるのはなかなか時間かかるかもしれないですけど、まあ、そんなところを作っていけたらいいなと思いますね。なんかこう移民とかそういう概念ないみたいな。うんうん、でもあの僕、あの、ちょっとここで、あの、いつも思ってることを、あの、ちょっと伺いたいんですけど、あの、基本的には、お金持ちを持ってる人がよりお金持ちになっていく社会の仕組みが出来上がってしまっていて、ほっとくとやっぱ格差が広がっていくっていう世の中で、テクノロジーってそれを結構助長するものが多いなっていうふうに感じるんですね。多分、林真理香さんもどっかで話、同じような話をされていて、で、インターネットもそうですし、デジタルな作業も、あの、まあ、ほっとくと、結局、あの、もう仕組み自体がそうなので、格差が広がる方向にしかありえない。で、格差を、まあ、何ですかね、努力すれば報われるっていうような差は生まれても当然かもしれないんですけども、地域とか生まれながらにして持ってしまったものとか、あとはもうどうしても自分では避けられないもので、なんか格差が自然と生まれてしまう世の中っていうのは良くないよねっていうような多分あの方向性に世の中が進みたいっていうところで我々は多分アグリーできると思うんですけれども、あのただテクノロジーを作りました、じゃあ広がる方向性だと思ってるんですけども、それを格差を縮めるためのテクノロジー開発に重要なものって何だと思います？うん、あの本当難しいなと思ってて、ほとんどがやっぱ、まあ、難しいな、うん、と思ってる中で、ただまあ一応その何て言うんですか、まあ、あの生産供給 あの自動化、まあそれはまああの、まあ、おのずから進むし、まあそれ自体あのまあ自動化されていけば、あのその分そのまああの人間の労働力の分、まあ、減るかとは思うんで、で、で、人間の労働力が、まあ、あの、必要な分っていうのがめっちゃ減ってきちゃったなってなってきたら、やっぱ社会の仕組み全体をちょっとやっぱ変えなきゃなっていうのは、もうそれはもう、あの、そういう圧力はまあ生じるかなというので、まあ、今のところ私のスタンスとしては、その、
まあ、自動化するのは、それで、まあ、やったらいいことだし、まあ、止められもしないことなんで、まあ、そこをうまく活用するというところがいいかなと思ってますかね。で、だから、私的には、その技術そのもの、この技術とかそういうところじゃなくて、なんか、その技術を持ってる会社のあり方みたいなところが、一つポイントかなとは思うんですけどね。会社のあり方って、なんか、組合型株式会社とか、なんかそういうのとか、出始めつつあるみたいなので、杉川さん、今の話聞いて、何が必要だと思いますか？そうですね。なんか、いや、その話、社会の仕組み最終的に変えないとダメっていうのは僕もすごく同意するというか、技術だけで変わるものではないだろうとは僕も思うんですよね。で、なんか、僕自身のなんかその問題に対する答えがあるとすると、やっぱり、技術を民主化するって、まあ、多分その一つの回答、きっかけにはなり得るかなとは僕自身は思っていて、それは多分二つの意味があって、まあ、開発者に回れる人を増やすっていうのがまず一つあると思うんですよね。なんかユーザーとしてパッシブに使うだけじゃなくて、それ使って何か別のことをするっていう、まあ、それもちろんコストの問題があるんで、あれですけど、まあ、なるべくその機会を、広く与えるっていうのがまず一つあると思うのと、結局なんかそう触れることによって、技術ってどういうものか分かる人が増えれば、社会的な意思決定も変わるんじゃないかっていうのがもう一つあると思うんですよ。実際開発者に回らなくても、でもなんか、結局、リソースさえあればできることではあって、何がこの AI っていうマジックタームの後ろで起こってるのかっていうのが、もっと一般の人に伝わるようになれば、なんかそれに対する社会的な意思決定っていうのをもっと、じゃあ結局、今例えばいきなりこう AI 税を世の中に導入しましょうって議論したとして、それがまともにこうできるとも思えないんですけど、まあ、それがちゃんと議論できるような世の中になればまた話は違うのかなっていうところはあって、で、多分やっぱり地道なこう学習の機会を提供することであったりとか、まあもう広く言っちゃえば多分教育っていう話になってくるんですけど、っていうところでちゃんとじわじわと下地を作るっていうことが一つの、特に大学にいる人間だから言うわけでもないですけど、なんか一つの抵抗戦略なのかなっていうのは僕自身は思ってますね。なんか言どういぞ。た、い、い、言いかけましたね。なんか菅野さんのイメージされてる、その、AI にアクセシブルな方って、なんかどこまでをイメージされてらっしゃいます？もう本当に老若男女。そうできたら素晴らしいですよね。なんか、今って実際そうですね。子供向けのワークショップとかも最近なんか未来館でやったりしていて、なんか子供は意外と、コンセプトを伝えて、じゃあなんかこう、音の分類モデルを作ってみましょうみたいな話って、むしろ多分プログラミングよりも伝わりやすいんじゃないかとちょっと思うところがあって、なんか機械学習って意外と直感的な話ではあるので、そうなんですね。こう、正解を与えて、それを分けるように教えるみたいな話って多分、if 文とか while 文の構造を教えるより実は多分簡単なんですよ、おそらく。なるだほど。から、意外と子供とか、そうですね、多分お年寄りとかだと、まず、パソコン、IT に対する距離感をどうやって縮めるかの方が多分なんか、まず重要なのかなっていうふうには僕は思っていて、機械学習がどうこうというよりは、まずやっぱりそのデジタルデバイド的なところの解消の話に落ち着いちゃうかなと思うんですけど、やっぱりきっかけ作りが一番難しいですし、それがあると伝わる人は多いんじゃないかなとは信じてはいますけどね。ただもちろん、じゃあ全ての人が PyTorch を直接叩いてディープラーニングできるようになるかっていうと、それはまたなかなか難しいと思うので、あくまでそのきっかけをいかに、間口を広げるかっていうところが一番大事かなとは、個人的には思ってますね。で、これで回答になってますかね。いや、ありがとうの、僕、個人的には、さっきの菅野さんも、林さんもおっしゃってる通り、社会の仕組みを変えるっていうところが大事だと思うんですけども、そこまでやっぱりマクロな視点と活動はなかなか難しいと思うんですけども、
基本的にはやっぱりみんな富の再分配が必要だよねっていうところが大事だと思ってるんですよね。で、それは多分まあ、社会の仕組みを考える人がやるべきことだと思うんですけども、じゃあ我々ができるミクロな視点で何かっていうと、その、富の再分配じゃないですけども、技術力とかリソースの再分配みたいな部分で言うと、菅野さんとか林さんみたいな方がこういったものに取り組んでいること自体がもうすでにその取り組みの一つなのかなっていうふうにも実は思っていて、僕は結構その社会課題に対してずっと、まあ、取り組んできてたというか、義足はインドに僕は2008年ぐらいからずっと行ってたんですけども、なかなか博士レベルの研究者がそういった取り組みに興味を持つ人っていなかったんですよね。だけれども、こういう場もそうですし、クロスダイバーシティ自体もそうですね。僕で言うと、その、落合陽一みたいな人がクロスダイバーシティやること自体、すごい嬉しいなと思いますし、そういった人がどんどん増えること自体がいいなっていうふうには思っていて、その富の再分配のアカデミックなリソースの再分配みたいなのがもうすでに起きている。それがもうちょっと広がっていったらいいなっていうふうには思ってます。なので今日林さんが今日ここに来ていただいたってすごい親和性もあったし、今日話聞いてやっぱりすごい共感もできましたし、よかったなというふうにも思いました。さて、そろそろあと5分ぐらいの時間になってしまいましたけども、今日を総括してそれぞれの、じゃあ感想をいただきましょうか。じゃあ、菅野さんから。そうですね。はい。なんで多分、実はやっぱり結構全体を見てみると割と近しい議論をしていたのかなっていう感じがするというか、まさにこう、そうですね、技術と人をどうつなげるかっていう話でもありますし、それをじゃあいかにその裾野を広げていくかっていう話でもあって、なんかそういう意味で扱うもの自体は違うかもしれないですけど、すごく共通点のある話だなとすごく思いましたね。あとやっぱりなんかこう、僕自身がすごくこう大学にいる人としてやっぱりどうしても机上の空論で終わっちゃうところがあって理想を語るのはスローな理想を語るのは得意なんですけど、なかなかこうちゃんと動けてないところが即効性のある動きはなかなか大学だとしづらいところがあると思うんですけど、なんかまさにそういう話ってもっとちゃんとこうね、いろんなところとコミュニケーションを取ってそれぞれ得意なところってあるはずなので、なんかうまく連携できたらいいんだろうなっていうのは、まあ、クロスダイバーシティやっててもすごく思うんですけど、なんか、改めて思いますね。なんかこう、ちゃんと話すと、すごくこう、似たようなことを考えてるけど、やってる現場が全然違うみたいな感じになってることって世の中多分多いと思うんですけど、なんか、そういう意味でも、こういう話す機会は大事だなっていう、会自体に対するコメントですけど。はい。ありがとうございます。ぜひ、ちょっと菅野さんが、途上国に行きそうなので、ぜひ、ちょっと、ラメシュラスカの、ちょっとベンチャーは、ちょっと調べておいてください。はいはい。俺、ラメシュラスカ大好きで、やっぱ、すごい、シーグラフとかも論文ポンポン出しておきながら、そういうビジネスもすごい回し、その、やっぱ難易度の高い、途上国でもそれをちゃんと、カメラも作ってましたね。あれってラメッシュじゃなかったでしたっけ？組み立てられる。組み立てられるカメラみたいなやつ。あれって違いましたっけ？ちょっとパッと出てこないですね。うん、で、カメラの仕組みを学べるようなキットみたいなやつって違ったかな？ちょっと、後で確認してみます。はい、ちょっと後で調べて。はい。ラメッシュラスカって聞いたことあります？林さん、すみません。それで前提で進めてしまってたんです。すみません。不勉強ですみません。ちょっと調べます。ラベシュラスカ。はい。ラメシです。ラメシュラスカはインド人で、マールって、ボストンに三菱電機の研究所あるじゃないですか。はい、そこから、MIT のメディアラボに来られた。ラベシュラスカ。調べます、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後に、林さんから、今日の感想をいただけますか。遠藤さんからはなくていいんですか？なんか、最後に話して。僕はもう、感想はさっき言う、まあいいや。僕は感想、ないしで、大丈夫。楽しかったということで終わりにします。林さんの感想をいただきます。はい。はい。そうですね。新しい気づきも得られましたし、本当に貴重な回を、いただいて、本当ありがとうございます。
なんかその、そうですね。まあ、やっぱ、技術が格差を広げるっていう話で、遠藤さんも、まあ、私と全く同じことをおっしゃったりとかされていて、で、なんかね、同じような意識をお持ちなんだなということが、知れて、まあ、まず嬉しかったっていうのがあるんですけど、うん、それに対して、本当どうですかね、まあ、うん、難しい課題なんですけど、そのさっきおっしゃった、そのまずそこに興味を持って取り組むエンジニアの方とか研究者の方とかが増えるっていうのが、まあ、有効かなって、なんか私はすごい思ってて、なんていうんですか、こういうその社会問題の話をしたときに、結構教育が、まあ、教育が大切だねということで、まあ、話、なんていうかな、まあ、教育だねという話にこうなるようなことが多いと思うんですけど、教育の中でもどこなんだみたいな話とかも、私としては興味があるところで、どんな方々に対してどういった意識を持っていただくというか、どんな意識、どんなセグメントでどんな意識が高まると有効なのかみたいなこととかも気になったりとかしてて、うん、そのうちの一つがね、まあ、そういったさっきのインドの義足の話とかもあったんですけど、まあ、そういったところでもあるかなとも思うんで、このクロスダイバーシティの取り組み、引き続き中止させていただきたいというか、普通に絡ませていただきたい、ぜひ、はい普通に声かけていく。ください。はい。ありがとうございました。すみません。ちょっと最後に付け出そうと思ったことを思い出しちゃったんですけども、いいですか？はい、ぜひ。すごい、気づきが多かったなと思うんですけども、菅野さんのおっしゃってたこと、林さんのおっしゃってたことが結構、現地の人がいかに、こう、開発側に回るかっていうか、っていうような、多分、教育も含めて、あるかみたいな視点があったと思うんですけども、僕一番大好きな、途上国の、支援の人で、ポール・ポラクという人がいるんですよ。ポールも亡くなられちゃったんですけども、その人が、書いたアウト・オブ・ポバティっていう本があって、要は、ODE とかで支援をするのでは、やっぱり隅々までの支援が回らないので、なかなかこう、第三セクターと言われる NPO の人たちが支援をするっていう強い大きな役割を担ってたんですけども、それでもやっぱ格差っていうのは縮まらなかったんですけども、ポール・ポラクがやったのは、その本に書かれてるのは、バングラディッシュかなの、すごい狭い土地で農業を営む人たちがいかにその狭い土地の中でプロダクティビティを上げて農作物を育てるかっていう支援をしたんですよね。でアウトボーポバティっていうのはその貧困からの脱却っていう意味合いなんですけども、そのためにはその農業を営む人がいかに起業家になるかっていうところの視点をすごい大事にしてたんですよね。なので僕はすごいその本をバイブルにしてインドで義足を作ってたんですけども、これがもうちょっと今日広がってその現地でロボットをオペレーションする人がやっぱりロボットを扱えるようになるっていうある程度必要もあるし、AI を使いたいというときに使える側のに回るっていうようなところが、やっぱりその格差をからの脱却に必要なのかなっていうふうに思ったのが今日の僕の気づきでした。ぜひちょっとおすすめなので、ポール・ポラクという。読んでみます。はい、ちなみに和訳の本出ていて、僕、初めにの章を書いてます。あ、なるほど。ぜひ、はい、めちゃくちゃ大好きな本。今日は、では、お時間をいただいてありがとうございました。はい、楽しかった。質問も回収されてますかね。ポルポラック。はい、ありがとうございます。それでは時間なので、これで終わりますけれども、来週もあるんでしたっけ？再来週ですかね。今度は学生さんをフィーチャーした回が、はい、いつも裏方で、はいはい、僕らを助けてくれている。はい。僕らが裏方やるんですよね、再来週は。はい。落合陽一と設楽くんと鈴木一平が、はい、シースルーって NHK のニュースでも出ていたコミュニケーションのツールを話すという、まあ、あまり話さないようにしておきましょうか。
ぜひ、6月2日に 6時半同じ時間に、このクロスダイバーシティの YouTube で配信がありますので、もしよろしかったら見てください。今日は長い時間ありがとうございました。これで終わります。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。